一番大事なのは手の内を作って相手とつなぎをつける。で、その後肘を曲げない、手を上げない、後腕筋で引っ張り込んで三角筋と後ろから持ち上げるっていうモードで言えばつなぎをつける。後腕筋で引き込んで、まあ、古い上島スタイルの相手をかけると。で、みんなこういう運動にしていく、つまりこことここを使ってしまう。それを一切やめて、ここのところのローテ、あ、三角筋の後ろの方で、ぐっと伸びる。ついているのが前の三角、ここの肩のところにあるのが僧帽筋につながる、このところが中の三角筋で、後ろ側の同じように前と同じようなところでついている、と肩甲骨の上の段のところにくっついている部分のこの部分を使っている。これが上げる理屈です。でその前に相手と接触をして、で崩せないとか、それがこれです。手の内を作って、頭骨を中心にこうやってしまうと離れてしまうんです。じゃあ逆に尺骨を使ってこうすと、これも違います。これができる、触れた瞬間に相手がピッと固まってくれないと、つまるとするっていうのが説明できないでしょ。これで相手を完全にコントロールできるから、つまるとするようなことができるよねっていう。で、これって何かっていうと、剣を持ち上げるときの姿勢で、こう持ち上げる、要するにこの持ち上げるときって、みんなでここかを使うんです。でも刀を持ち上げるときにそれを使うと遅いんですね。ここがやらなきゃいけない。その時にここを固めて持ち上げます。だからここを使わないで、ここだけで持ち上げるときに、だから上腕と固定の筋肉を一切使わずに、この状態から持ち上げるというのは、肘の角度を変えない、手首の角度を変えない、後ろ側の三角形の後ろの方で持ち上げていくということができないといけません。で、その前に手の内が作ってある後腕筋でかけている。そうすると、ここでポンと持ち上げるっていう。で、ここの腹筋とここの腹筋は一切使わないという構造で持ち上げます。で、それをはい、キリキって刀の持った状態で、この状態のことで、それは普通に言う刀の持ち方ではなくて、合気がかかった刀の持ち方です。合気がかかってないとこういう状態、それを手の内を作って後腕筋を取って、すごい簡略化するとそういう説明になります。で、どうやって稽古するか。
で持ち上げられるかなっていう、これ筋肉でしょ。あ、持ち上げる。これですか。これも固定の筋肉を使うと、多少腰が上がるぐらいはできるけど、相手がしっかり踏まえてたらピクともしない。でもここを使うと、これができないと非力の要請じゃない。だからこういう状態でしょ。要はこれって柄を持ってるけど、ね、で使ってこうにいつも説明してこうにいるんじゃなくてこうでしょ。それを外すと非力の形になるでしょ。そう、だからそういうことでしょ。手の内を作るときについておっしゃるんでしょう。ギュッてやることはなくてです。だから、こうじゃないね。本当手のひらがスルッと巻きついていく、この力をちゃんと作りましょうねって。だからそれで、押し出しができる。進化系はそんなにグイグイッと押すわけじゃなくて、どうですか、それを使って肘を曲げるってことは固定の腹筋と上腕の腹筋を使ってるってことだから、それをやっちゃった途端に外れるんです。内気をかけられない。でも押し出し、手の内と一緒に押し出して、横腕筋でかけておくと、前にかかるから、それだけかかるよね。こうするのがそうかって、そうよ。こちら側でこれをやると、まあ、だから結局、堅実に戻ってくるよね。進化用ね。これをこうやって。こことここをされていて、まず固定と上腕上がらない、はい、この上腕と肩上がります。ここの三角形の後ろの部分、三角形って3つに分かれてて、後ろの部分が持ち上げるときに使うんだけど、あと外旋も少し作ってくれる。内旋を司さる。つまりこの運動。でそれに収縮をかけると、三角形の前の部分が、真ん中の部分が、後ろの部分が、これダメ。これだね。ここもだね。ここもだね。唯一ここ。だそれをやるのに、肘を曲げながら押し出しちゃうと、実は間違ってるね。肘を設定して。今の吉井家って、この感じでしょ。それは、ここが単独で動くようになってからやってください。で、それができるようになったら、ここで釣り上げといて肘を落とすと分かるよ。前提としては固定と上腕だけで仕事をこうやってるうちは非力の要請になりません。つまり間違ってるのはこれです。最初にここで持ち上げられて初めて肘を曲げてもいいんですよ。その意味では塩田さんのその非力の要請っていうのはここを使わない稽古としてはよくだなと思うね。みんなここでやりたがるから、はい、ここでやりたがる。そういうのここだと次にここまで持ち上げちゃったら、あとは何やってもいいかなと思ってしまう。